はい、ではですね、今日ついにこちら、この前どっかの動画で、最後出していましたスニーカーの開封でございます。久しぶりスニーカーということで、今回ね、シンプルなスニーカーをね、チョイスしたんですよ。まずハサミで、硬いなぁ、ハサミで切って、こちら開封でございます。いや、楽しみですね。お、出てきましたよ、出てきましたよ。まず伝票でしょ、こちらコンバースのスニーカーを購入いたしました。じゃじゃん、オールスターですね。こんな感じの箱にまず入っております。ちゃんと動画撮れてるかな。撮れてますね。いきますよ。で、これがね、まずサイズ的にここいきます。こちらです。28センチですね。US の 9.5 になりますね。コンバース、なんかあれですよね、 US だったら10なんですけど、なんかコンバース規格っていうのがあるんですかね。じゃあ開けたいと思います。こちらも早速このまま行きましょう。じゃじゃーんと、あら、まだ出てきませんね。で、箱まず取り出して、本当にシンプルな感じだけども、少しね、こう個性のあるものを、ね、見つけてしまったので、こちらでーす。どんと、まずこちらヒール、これ100周年の分ですね。はい、ということで、今回ですね、こちらの大きめロゴのですね、コンバースオールスター購入いたしました。100周年モデルということで、クッションがね、かなりしっかりしてるんですよね。これ取れるのかな、このね、厚みのあるクッション。僕ね、コンバースのね、オールスターだよね。オールスターね、かかとね、結構痛くなっちゃうんで、今まで何回もチャレンジしてきたんですけども、結局ね、断念してる。インソール相当厚めですね。こういうのはしっかり入ってるわけですよ。これだったらね、絶対的にかかとは痛くならない。ということで、こちら価格がですね、定価いくらするんだっけ？定価はわからない。定価はわからないけど、まあ、7、8000円するんじゃないですかね。ということで、今回ですね、ヤフーショッピングで、元々がですね、3000とですね、990円。で、送料がですね、800円かかるんですよ。で、なんやかんやで、またですね、T ポイント、相当溜まっておりました。まあ、相当じゃないか。1125ポイント溜まってまして、それ使って3665円。3665円でコンバースオールスター。しかもね、ちょっと欲しかった白。白でね、この赤、青、ここいいですよね。で、しかもね、このかかとが痛くならない、100周年記念モデルということでいいのかな。うちの奥さんはこれの赤のね、ハイカットだったかな、ローカット持ってるんですけど、これ履き心地抜群らしいですね。ここにね、一応なんか説明書みたいのありました。オールスター100と書いてますね。去年とかのモデルなのかな。で、これ小さいロゴでしょ。小さいけども、これがデカロゴ。ちょっとね、このあたり好きですね。全体的にね、少し変わったモデルが欲しいんですよね。で、このね、白だから、真っ白ちょっと恥ずかしいんで、ちょっとガンガンに汚してね、履きたいなとか思うわけですよ。ということで、まずね、この箱をしまいたいと思います。また箱は処分します。どちらかというと箱は全部処分するタイプです。そしたらね、まず紐ですね。紐を結びたいと思います。紐もなんかいつもと違うような気がするな。こんな感じの紐ですね。で、これを、とりあえず、いつも通り行きたいと思います。一応ね、終わりました。じゃあ実際履いてみます。はい、ではね、実際ね、履いていきたいと思います。これは絶対的に履き心地はいいはず。ちょっと前ね、白でね、持ってたんですけど、それ普通のタイプだったんで、かかとがどうしても痛くてね、ダメだったんですよね。ああ、いや、全然違うわ。全然違う。で、このね、ちょっと、なんかつけちゃって早速汚しちゃったんですけど、これ多分最初からでもいいけど、ちょっと多分汚してますね。なんかね、さっき落としたんですよね。で、これを、あ、いいね。いやー、フィット感抜群。
で少しこうね、僕大きめを買ってるので、ちょっとこうオールスターの場合は少しこうね、ギュッとギュッとやってですね、履きたいタイプなんですよね。これでいい感じのこのね、デニムとの相性良さげなんじゃないでしょうか。少しこうきつめにしてですね、履いていくという感じ。いやこれなんかね、履き心地がね絶対的に違うと思うので、なんか今から楽しみですね。よし、立ちますよ。立った時のこの、あーいいね、めちゃくちゃいい感じ。はあ、やっぱね、かかとの具合がね全然違う。あとこのね、ちょっとデニムパンツで、まあこれだったら少し見えるかな、ロゴに関しては。若干見えたり見えなかったり、少しねアングル変えてみました。やっぱこのねデニムパンツの相性抜群ですね。あとかかと全然痛くない。いやこれ最高じゃん。これが3000いくらで買えたでしょ、むちゃくちゃ安い。でね、今デニムパンツなんですけども、この辺のパンツだとか、あとねこの前購入した、カーゴパンツですね、あの辺り履いてみたいと思います。はい、続きましてですね、カーゴパンツ、古着のですねカーゴパンツと合わせてみました。めちゃくちゃいい感じ、すごい好きなんですけど、かっこいいな。やっぱりコンバース、オールスター最高ですね。いやいろいろねこうスニーカーとかね今年に入って買ってきましたけども、なんかねこのカーゴパンツ買うにあたって、やっぱりこのねアディダスじゃなくてコンバースのオールスターですよね。この辺の雰囲気絶対的に欲しいなと思って、ここら辺の角度めちゃくちゃ好きですね。いやいいや。でしかも履きやすい、めちゃくちゃ履きやすいですね。でこのね、さっきもデニム、まあワイド系な感じで、このカーゴパンツもワイド系じゃないですか。それで少しでこう細身のねパンツと合わせたら、この辺りどうかなということで、ちょっとねあと2本ぐらい履き比べていきたいと思います。いやこれほんとでも最高、抜群ですね。履き心地めちゃくちゃいい、すごく好き。はい、続きましてはですね、ジョンブルのですねスキニーデニム履いてみました。少しね丈が短いクロップド丈で、ロールアップさせてます。そうした時にねこのねデカロゴ最高っすね。やっぱ少しのこのアクセントというか個性というかですね、このあたりのデニムとの相性もいい感じ、好きですね。まあコンバースのオールスターとなると、様々なねパンツに合わせやすいんじゃないかなと思います。なんかあと1本だけちょっと履いてみたいな。はい、最後はですね、もう王道な感じで普通のファイブポケットデニム履いてみました。これ丈夫のものになりますね。この感じめちゃくちゃ好きだな、すごくいい。裏こんな感じですね、なんかマーク。あとちょっと最後見てみましょう。あ、これやっぱシンプルな感じでですね、もうこれに普通に今だったらこれセーターとか着てますけども、 T シャツとかポロシャツとかいいかもしれないですね。これは本当に履きやすい、やめちゃくちゃ気に入りましたね。いやこれはねすごく履きやすくてね、めちゃくちゃ気に入りましたね。ということで今日はですね、コンバースのオールスター購入いたしました。で価格がですね安い理由としては、2018年の秋冬モデルということなんですけども、いやこれ3990円ですよ。で送料がね800円かかるんですけども、まあ、僕の場合さっき言ったように T ポイント、やっぱ T ポイントめちゃくちゃ貯まるんですよね。ヤフーカード最高ですね。で利用して送料も全部含めて3665円、めちゃくちゃ安い。で商品名的には100周年の記念モデル、オールスターのハイカットチャックテイラーと書いてますね。これ本当に良かった。でね、僕気に入ってるのがこのね、インソールなんですよ。リアクトって書いてあるんですけども、これがなんかね、コンバースのオリジナルの高機能カップインソールシステムで、軽量性、クッション性、フィット性、通気性を向上させたみたいな感じの。いや、これだけね、しっかりしたね。クッションがついていたら僕のかかと、非常にね、弱いかかと守ってくれます。でね、このね、一応インの方もこれ
中にこうちょっとクッションっぽいのが入ってるんですよね。これでフィット感増しているんじゃないかなと思って、まあ、元々やっぱりねこのコンバースに関しては幅狭いので、まあ、サイズ大きく買っているんですけども、まあその分こうなんていうかな、このあたりですねフィット感増してですねより履きやすくなってるんじゃないかなと思って、いやこれは本当買ってよかった。しかもねこのねデカロゴ最高ですね。めちゃくちゃかっこいい。うん、ちょっとしたワンポイントのアクセントなんですけども、普通と少し違うところ最高ですね。僕めちゃくちゃ好きで、これに関してはあの真っ白ちょっと恥ずかしいので、しばらくね履いて少し汚した状態に早くしたいなと思います。いやこの、ね、白に対しての赤と青のねラインすごく好みですね。いやでもこれに惹かれましたね。あと価格に惹かれました。いやほんと安い。はい、ということでですね、今日はですねコンバースオールスターの購入でございました。いろんなねデニムパンツ、カーゴパンツも含めてですね、いろんな組み合わせファッション、これでまた幅広がったんじゃないかなと思いますという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝谷氏でした。ではまた見てください。いや、これはね、ほんと履きやすい。今までね、コンバースオールスター好きだったんですけど、やっぱかかととかがね、ちょっとこう、クッション性がないので、インソールとかいろいろ試してたんですけど、これはそのままで履ける。裏かっこいいな、それにしても。